子供の誕生はフランスの歴史学者フィリップ・アリエスの著作である。1960年に交換された。子供と大人の一線を当然視し、学校教育制度を当然視する現代の子供観に対して疑義を呈する書物である。フランス語の現代はアンシャンレジーム期の子供と家族生活という意味であり、子供の誕生は日本の翻訳者がつけたものである。 アリエスは中世ヨーロッパには教育という概念も子供時代という概念もなかったという7から8歳になれば徒弟修行に出され大人と同等に扱われたという飲酒も恋愛も自由とされたというなぜ大人と子供の一線を7から8歳に引いたのかといえばこの時期に言語によるコミュニケーションが可能になると考えられたためであるという 7から8歳以前の子供は動物と同じ扱いであり、大人がフリスビー代わりに投げ遊び、落として死なせたこともあるという、乳幼児死亡率が高く、5歳までは頭数に入れられなかった。もっとも乳幼児死亡率が高かった理由として、医学水準が低かったことだけではなく、両親のベッドの中であまりにも頻繁に窒息により、 非業の死を遂げる子供が多かったといった理由も挙げられている。教会は英字殺しを厳禁していた。が、両親があれは事故だったと主張してしまえば、それ以上追求する者はいなかった。近代的な学校教育制度が現れたのは17世紀のことである。当時の教育者たちは古代には存在した学校教育を習い、純真無垢を理念とした。 純真無垢とは何か。子供と大人を引き離すこと、特に子供にとって、セックスを禁忌にすることだった。また、子供として保護される期間の延長も提唱した。この時期から、美術も子供をテーマにし始めた。それ以前は、美術が子供をテーマにすることはなかった、と述べる。近代学校教育制度は、大人とは異なる、子供服というものを編み出した、と述べる。 この傾向は特に男児に顕著で男児の特徴的な衣装である半ズボンが考案された。それに対し女児の服装の変化には無頓着であった。女児は家事に専念すればいいのであって学校教育を受ける必要性が少ないと考えられたためだと述べる。これを受け近代的な学校教育制度は同年齢の子供を同一のクラスに編成したと述べ、 極端な場合には、寄宿者制度を設け、子供を外部から遮断した、と述べる。ありがとうございます。